レオナルド・ダヴィンチ、Christ, 1500, years, left a of a to us 1500年後のイエス、レオナルド・ダヴィンチは多くの格言を人間に残しました。広島浜松ビル、j a 愛のない人生というのはね、全く人生ではないんだよ。人間にはね、三つの階級があるんだよ。ものを見る人。あるいは、見せられてから見る人。そして、全く見ない人。 精神を完成させるためにはね、芸術の科学を学びなさい。科学の芸術を学びなさい。そして物の見方を学びなさい。すべてのものは他のすべてのものと関係しているんだよ。 朝目を覚ました時にね私はまだ他の世界は眠っていることを知るよ人体が持つ絶妙さはねどんな発明にも勝るよそれ以上簡単でもないしそれ以上まあ難しくもないよ つまり、自然が作ったものだよ。その自然が作ったものにはね、何も欠けていないし、何も余計なものはないんだよ。議論をしていてね、権威を持ち出すような人はね、結局は自分の知性を 使っていないなんだよ。その人はねただ自分の記憶を使っているだけなんだよ私はねどうやって生きたらいいのかということを考えていた時にはね私はどうやって死んだらいいのかということを考えていた いたんだよその人が最も苦しむ欺きというのはねそれは自分自身の意見から生まれるものなんだよ私は神と人間を 怒らせてしまったよ、だってね自分がした仕事はそれがあるべきクオリティにまだ達していなかったからなんだよ充実した日を過ごした夜というのはね幸福な眠りを誘うものだよ 経験というのはね、間違いを起こさないものなんだよ。ただね、その人にないものをね、その人に期待することによってね、つまりその判断が間違いを犯すものなんだよ。自分自身を支配する こと異常のあるいはそれ以下の支配というものはないんだよ。ダビデ・ラザレッティさんという方からこんなメールが届いています。 林兄弟よ。あなたはダビンチが辞極の逆転についての予言をしていたのを知っていますかそれについて述べた論文をここに紹介しておきます。ダビデ・ラザ・レッチより。1500年後の イエス・キリストがなんと予言を残していたというのです紹介していただいた論文にはこうありますダヴィンチは地球の磁局の逆転についての予言をしていましたダヴィンチはビル・ゲイツにも愛された素晴らしい芸術作品だけではなく 数は少ないですが、文章及び格言の形で予言を残しています。ダヴィンチの言葉をそのまま時局の逆転と取るかどうかについては議論の余地がありますが、確かにそのような言葉を残していました。 すべての要素が今や世界の中心で反対側に回転し一緒に混ざり合うのが見られるであろう。空と何々が南の部分が寒い北と逆転する。人間も植物も他の他の要素のように直ちにエミスフェリオ、つまり半球を 交換する。レオナルドがいつこれらすべてのことが起きると言ったかについて、レオナルドはそれについては何も示唆していないので、それをここで私たちは判断することはできません。しかし、一連の目次的な記述内容からして、こうした混乱状態が起きることは確かであると考えています。 それに続く文章は文法的には翻訳されていませんが次のような事実を確認しているものと考えられています。つまりダ・ヴィンチは私たちが人類の歴史において特筆すべき大災害の事件と話しているようなことについてその確認をしているのではないかということです。断片 にしか残っていませんがレオナルドが残した予言を拾ってみます多くの死が怒りととともに何々死、生き物を結びつける死者が生きているものを 異なった場所で運んでいるのを見るだろう葉っぱのない植物が残り川がその流れを止めるのを見るだろうそして大きな森の木々はその姿を 肺に帰るであろう水と動物は熱湯の中で死ぬであろう地球の終わりには何日もの間のために 赤くなるであろう。これらのことが次極の逆転とともに起こるだろうということです。つまりそのことについてダ・ヴィンチは惑星について現代的な科学知識のない時代に明確に述べているということになります。そしてこの ジェバについての出来事は、惑星サイズの惑星の接近によって、前日のように突然起きるということです。と、まあその論文にはあります。先ほども言いましたように、まあ、ダヴィンチの言葉をですね、時局の逆転と取るかどうかについては、まあ、議論があるというよりも、私は疑問に思っています。 がしかしあのレオナルド・ダ・ヴィンチつまり1500年後のイエス・キリストがこのようなまあ目次的な暗示をですね残していたというのは大変驚くべきことだと考えています。 他人がね、自分のことをどういう人間かって決めつけてくるのは君の悪いことだよね。だってさ自分だって自分のことが分かっていないんだからね。自然はね自分で決めた法則を決して 破らないものだよ。一度、空を飛ぶ楽しみを味わった人はねいつも空を見て歩くようになるもんだよ。そしてねあなたはねその空にまた戻りたくなるものだよ。 常識などというものはね、他人のセンスで物事を判断することを言うのだよ。単純であること、それが究極的な洗練さということになるんだよ。 他の人がね、垣間見て、それで終わるようなものをね、芸術家というのはしっかりと見るものなんだよ。私はね、何でも急いでするということが好きなんだよ。ただ、知るだけでは十分じゃないんだよ。私たちはそれを、 応用しなななければならないんだよ。そしてね、喜んでいるだけでは十分ではないんだよ。私たちはそれをしなければならないんだよ。飽き飽きするくらいなら死んだ方がましだよね。でもね、私はね、他の人たちに奉仕、 すするるここととについいててね、飽き飽ききは、決してないよ。人間が動物たちを殺している間はね人間は人間を殺し続けるだろうねえつまりね人間が動物を殺しているのを見てねそれを「よし」とする人たちはね 一方で人間が人間を殺すのを見るのを良しとするだろうからね。以上が1500年後のイエス・キリストの言葉ということになります。そしてその精神は1600年後のイエス・キリストつまり ウィリアム・シェイクスピアへと引き継がれていけます。